はいどうも、横八ぷにぷに今回もやっていきますなの。はい、そしたらねブラックデーモンちょっと使ってみましょう。こんな感じでねバキバキにしましたよ。なんか弱いらしいな。うん、イスローカで ZZ っているんだっけ。あ、失敗した。勝負弱い。来い。いいね。話にならんね。話にならんね。これはもうショート特攻だね。これは交換しない方がいいね。俺3赤交換した俺アホだな。これではクリアできない。やっちまいましたね。はい、今回はね、ガシャ回していきたいと思います。皆さんどうです？私騙されましたね。ブラックデーモンさ、中特攻って書いてあったけど弱えな。小特攻だねこれね。騙された。騙されてないのかもしれないけど騙された。いやー、過去最低の中特攻じゃないかな。ということでね、もう特攻当てるしかねえということで、ちょっと無駄な2800ワイポイントと、あと必殺の秘伝書が痛いな。無駄に使ったのがな。まあ、8個ドロップしてるけど、一応現在のね、状況で、また1個増えましたね。いやー、今回マジでピンチだな。マジで今回はメインアカウントだけかもしれないですね。ちょっと、このガシャに、かかってますね。いやー、弱えな、ブラックデーモン。あれだったら小特攻って書いておいてくれればいいのに。いやー、びっくりするぐらい弱かったな。活躍度中、いや小だったな。昔の小特攻の方がまだ強いっていうか。いやー弱えなー。弱い弱い、びっくりした。3体も交換しちゃったよ。3赤でワイポイント配布もないのに。2月8日までということで、月曜日までね、T9、ラスト T9 か、超アップやってますね。パズルでマゼラボルトに当てるダメージアップ。おはじきでもね、両方強いということで、はい。3日間、1.2%。ゾディアックは 1.6% だったのかな。やっぱ Z の方がいいのかなって感じで。いやー。やっていきましょう。一応必殺技は前消し3種類ってやつか。前の冷戦じゃカイラか。で、スキルは自身のプニをつなげとフィーバー溜まりやすい。まあ、これはね、ハローエンマ玉のキティエンマかと一緒かな。これがあると結構ね、すぐフィーバーに行けて、まあ、この代わりね、プニが溜まってないんだけど、まあでも、割とね、いい感じ。早くフィーバー行きたいイベントとかで使えるって感じなのかな。これマゼラボルトな、3赤欲しかったな。ただ分かりません。とにかくどっかの1アカウントでもゲットすれれば、すれればで、ね、できればね、様子が変わってくるのと、
まあ確かにな、あの中特攻薄らかげだからよく考えたらあっちの方が良かったね。薄らかげのゾディアックの方が当たった方が一緒に使えるから無駄、まあちょっと無駄じゃなかったかなと思えるかな。はい、じゃあやっていきましょう。しきしょう、マジ弱かった。ほんと小特攻にしてくれれば余計な Y ポイントを使わずに済んだのにな。3アカウントで交換しちゃったからほんと傷が傷が深い。びっくりしちゃった。さっきトリプルアタックやってみたんだけどちょっともう動画にする気もしなかったな。はい、じゃあ行きましょう。そう、まだ6も倒してないんだよね。6を倒せないんだよね。マジここで出てくんない。でもね、サブアカも必殺の秘伝書使っちゃったんだよね。もうどうしようもないね。そんな私に奇跡を起こしてくれ。まああとね、多分特大特攻の日とかも後半になったら来ると思うんで、さあ行きましょう。2個、おっ、あー、くれくれパトラ、おっ、勝っちゃった。このイベントもいけた。うわー、え、お前ら誰だよ。しょうがない。 0.5% か、しょうがないな。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントで交換しちゃったよ。このアカウントも元気ドリンク10個ですね。まだ交換はしてないですよ。うん、11個目。そうだよ、俺は特攻が出るまで貯め続けるぜ。11個目かな。はい、そう、42回の5回だね。はい、じゃあ行きましょう。このアカウントは結構ね、ガシャ的には最強のアカウントで、なんとね、サブアカのくせにね、メインアカウントよりも ZZ を多く持ってるという謎のアカウント。前回もね、アシュラが2回出たし、その前も学校が2回出たというね、謎のアカウント。さあ行きましょう。なんかね、特に前回のイベントなんか全く手をつけてなかったんだよね。そうしたらね、出たから、まあ今回が、まあ、バリバリでやってるけど、なんか手をつけてないでいると意外にガシャだけやるとね、いいのかもしれないけど、マファジキってね、倍もらえるあれば最後ね稼げるんで、とにかくまずはどっか一体ゾディアックでもよかったな。いや、俺中特攻であんな弱いと思わなかったな。さあ金が1個。まあでも火曜日はなんだろうね、なんか追加の貨車が来ると思うんで、まあでもね、最後まで諦めずに地祭りやりますよ。さあ行きましょう。あー、くそ、メガオロチ、はい、ダメでした。じゃあ3番目のアカウントも行きましょうか。いやー、でもほんとね、必殺の秘伝書をあんなデーモンに使っちゃったのが痛いな。はい、じゃあ3番目いきましょう。本当に弱いんだもん。はい、これ3番目のアカウントでこれもブラックデーモン交換しちゃったんだよ。ほんと、あー、2800超痛いな。元気ドリンク7個ですね。ちょっとこのアカウントはドロップなかったか。はい、じゃあやっていきましょう。ちょっと Y ポイント稼ぎをね、多めにやってるからだろうな。次の火曜日のガシャにちょっと回せるかが不安ですね。もうね、ミッションもだいぶやっちゃったからな。あ、そっか、スコア帯やれば400Y ポイントぐらいもらえるかな。はい、
とにかくね、1アカウントでも出ればそこから活路を見出せるんで、出てほしい。頑張れ。プッププッ。オッケー、とにかく金は出ますね。2個だけでもなんとなく出そうな配置ですね。さあこれサブアカなんで止まってもあんまり喜びすぎるのに。おお、なんかライオトンフィーバーですね。さあ上から行きましょう。ポン、うーん、メカオロチ。おっ、来たよ最後に。来たー。お前の方か。なるほど。不思議だ。不思議は。なるほど。ということで、またもや特攻を、マゼラボルト特攻をゲットできるということで、まあしょうがないな。ただ私はまだ諦めません。一応ね、ブラックデーモンの方のね、ブラックデーモン詐欺にあった人、私も含め多いんじゃないかな。あれ、ほんと小特攻っていう表記にしといてほしいな。ただおかげさまでね、この、雪の巨神か、スコアアップなんだ。へぇ、いいじゃないですか。はい、これが、普通にマゼラブラックデーモンのね、小特攻ではあるんだ、大特攻かな。うん、いいね。これでちょっとワイポイントだから少しずつ稼ぎやすいかなって感じでなかなか難しいじゃねえか今回。はい、っていう感じで今回のガシャでした。じゃあちょっとメインアカウント戻ります。はい、ということでね、3番目のアカウントでまあこのブラックデーモンの特攻が出たんですけど、まあね、このねバキバキのマックスにして、だいたいね、ちょっと動画見せればよかったかな、だいたい火力がね3万いかないぐらいなんですよ。なので6をね、元気ドリンクなしで倒すことができないんですね、このままだとね。なので、3番目のアカウントとか2番目のアカウントで火力が1万5000かな、フルパワーで。だから3万足す3万で、でこれの明暗が3万か、だから6万だとね、8万7350の6すらね元気ドリンクなしで倒せないということで、まあちょっとピンチなんです。ピンチなので、まあちょっとあれですね、どうしようかね、お助け企画やってる YouTuber の方を募集するかはい、ワイポイントね、ワイポイント2日じゃたまんないと思うんで、まあ3日間でねワイポイント貯めつつお助けやりつつね、次の、あ、そうだ、あとスコアタもね、多分400ワイポイントぐらいは私も、もらえると思うので、まあそれを重ねつつ次のね、ガシャが2月9日にあるので、それに向けて元気ドリンク集めてね、ワイポイント稼ぎとお助け頑張れればなと思います。まあ今回15日間あるので、まあちょっと3アカウント無課金はきつそうなんですが、メインアカウントだけでもね、仕留めれれるように、ちょっとね9日か10日にガシャを引いて、それの結果でねまた考えたいなと思います。まあおはじきの連勝記録もついに止まっちゃうのかなっていう感じなんですけどまさかではないかな。中特攻ってこんな弱いんだったんだっけ。わかんないけど5万ぐらいやっぱ火力が欲しいなっていうところですね。フルパワーやった時ね、別に1体で5万じゃなくて、まあ、全員で5万ぐらいでね、はい、じゃあすみません、今回こんな感じ。まあミッションいけば5万ぐらいいったのかもしれないけどね。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、ワイポイント配布がなくなっただけでこんなに難しいゲームになるんだね。
でも頑張っていきましょう。マゼラボルトもそういえば倒してないんだね。うん、まあしょうがない。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。フレンドさんも増やすか。